及川正隆は、千葉県創作市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。阪神タイガース所属。愛称は、およよ。創作市立須賀小学校3年時に、須賀スポーツ少年団に入団し野球を始め、6年時に、千葉ロッテマリーンズジュニアに選出された。創作市立妖日千葉第二中学時代は、創作リートルシニアに所属。 三年時には U-15 日本代表入りし大会、最優秀防御率を受賞したほか、最速時速 140km 超のスーパー中学生として注目された。横浜高校進学後は、一年春からベンチ入りし二年秋からエース。一年夏、二年夏、三年春と三度の甲子園、大会出場を果たし、奥川京進、佐々木明、西淳也と共に、 高校ビッグ4と呼ばれた一方で、請求難に悩まされた影響で、地方大会を含め出場各大会で、かんばしい結果を残すことができず、一時は、背番号1の剥奪も経験。3年春の選抜では、初戦の名豊高戦に先発するも3回途中後、失点で降板。3年夏の神奈川大会では、準々決勝の相模原戦に、リリーフ登板するも1回に、 3で3失点し逆転負けを喫した。横浜が夏の県大会で公立校に敗れるのは1997年の横浜商業戦以来の出来事であった。2019年10月17日に行われたドラフト会議にて阪神タイガースから3巡目指名を受けた。契約金5000万円、年俸600万円で仮契約。背番号は37。 2020年は一軍登板なし。ウエスタンリーグでは9試合に登板し2勝4敗、防御率6.00を記録した。2021年、プロ初登板となった5月28日の埼玉西武ライオンズでに3回を1アンダム失点に抑えると5月30日の埼玉西武ライオンズで1回に3を2アンダム失点を抑えプロ初勝利を挙げた。 スリークォーターから最速時速1 5 3キロメートルのストレートを武器とし変化球はキレのあるスライダーを軸にカーブ、チェンジアップ、ツーシームを投げる。2020年にリリーフとしてプロ入り後最速時速1 5 2キロメートルを計測。中学3年生の時にテレビ朝日のスポーツバラエティ番組ビート、たけしのスポーツ大賞に出演。平田良介。 森友なりと対戦し、平田から時速138キロメートルのストレートで空振り三振を奪ったが、森には中前打を打たれた。プロ入り後に森友なりと再戦し、ピッチャーゴロで打ち取った。ありがとうございます。